をするんですか？これなんだっけ、人参？緑黄色野菜とリンゴのなんとか。やったー、ベジタブル。私知らない。デコポン。デコポンなの？知らないって。知らね。旅の音もないと始まらないですからね。ちなみにこれ電車の中でひっくり返してベタベタになりました。今回は品川駅を出発して茨城県の勝田駅に向かいます。こちら特急ひたち。次の日です。フラワーリング2021ひたち海浜公園で行われているネモフィラ畑が本日の主役です。ネモフィラブルーティー、美味しそうなお店発見しましたね。入ってみましょうか。記念の森レストハウスって言ったのに、二人とも違う商品注文したんですかね。これはスペシャルラテネモフィラ。見晴らしの丘を彩るネモフィラをイメージして描いたスペシャルラテだそうです。手作りしてくれてる、美味しそう。こちらはネモフィラブルーラテ。青いお花のハーブ、バタフライピーで色付けしたバナナミルク味の創作ラテだそうです。なんかワンちゃん連れのお客さんが多いですね。結構ワンワン。手前のケーキがひたちなか干し芋タルト、奥のケーキが焼き芋ショコラ。干し芋のタルトってなかなか聞かないんですけど、あ、でも茨城県って干し芋有名ですもんね。上に雪見大福が乗ってるみたいですね。紅はるかっていう焼き芋クリームが入っているそうです。これはついてきたクッキー。こちらのお店はサザコーヒーと連携しているそうです。サザコーヒーは茨城県ひたちなか市に本社を置くコーヒー会社だそうです。店内もとってもおしゃれなんですけれども、私たちはお日様ポカポカのテラス席に行きました。お腹いっぱい食べれたみたいですね。ごちそうさまです。ついにやってまいりました、見晴らしの丘。本日の主役ネモフィラ畑です。お隣には菜の花畑がありました。マッキキー。公園自体すごく広くて、見晴らしの丘見つけるのもなかなか遠かった気がしますね。すぐネモフィラ見つかるわけじゃなかったので、すごいワクワク感がね、心の中で溢れていました。こんな感じで丘見たくなっていて、みんな一方通行で道を歩くような形になっていました。今年は植栽面積がこれまでよりも約 20% 拡大されて、4.2 ヘクタールにスケールアップしたみたいなんですけど、皆さん 4.2 ヘクタールって言われてどれくらいか想像できますか？私全然できないんですけど。あ、寝転がっちゃうよ。この日の光でお花が透けているのが可愛いですね。綺麗です。海浜公園というだけあって、こっち側の斜面は海が見えるんですね。まだまだ登りますよ。観覧車も見えますね。後で行ってみたいな。お花畑見るといつもダイブしたくなっちゃうんですよね。ダイブダイブしたいですね。こちらネモフィラブルーソフト、見るもの全部食べたくなっちゃうね。手を洗う場所すごく豚汁作れそうだな。木漏れ日気持ちいいですね。ベストポジションを見つけ、ソフトクリームを取るという。こちら水色の方はラムネ味となっておりますね。水色とミックスと白があるんだって。あとこのクッキーもね、お土産で多分買えると思う。お土産すごく豊富で、食べ物だけじゃなくてグッズとか、あと梅干しとか売ってるって。続きまして、少し見頃は過ぎてしまったみたいなんですけれども、チューリップですね。約280品種25万本のチューリップが見事だそうなんですけど、このチューリップとかあんまりチューリップっぽくないな。トルコキ興味がありますね。チューリップと言われて思い浮かべるのはやっぱりこういう形ですよね。細長いというか。あ、ルビーの翼、可愛らしいですね。裾の部分がヒラヒラしてます。私特にこの濃いピンク好きですね。スカートみたいで可愛い。
やっぱり280品種っていうぐらいだから、すごい見渡す限りチューリップで、バルバドス、かっこいいな。中二病臭いな。チューリップ有名なのってどこでしたっけ？オランダとかでしたっけ？やっぱりこういう目線で見ると虫になった気分になりますね。うわ、綺麗。こちらの紫のやつは何でしょうね。ラベンダーなんですかね。どうなんだろう。でも違いそう。あとやっぱりお客さんが多いからか、ショッピングカートみたいなやつ、ショッピングカートじゃないな、お料理提供してくれるお車がすごくいっぱい来るみたいです、この時期。あ、この風車、オランダっぽい。これは何ですか？シャボン玉。いいね。あ、かわいいね。子供がフーフーして。いや、いいな。お花見るんじゃなくて、シャボン玉とかで遊びに来るのもありだな。だって公園だもんね。結構ね、こう、サイクリングとかもあったかな。確か。皆さん、どういうお色のお花が好きですか？これもあんまりチューリップっぽくないな。近いね。まだ近づくね。あ、近いね。あ、あ、虫になっちゃう。あ、おしべとめしべが上がっちゃう。うん。え、だって見てください。この色とかさ、すごくもう、これ言っていいのかな？これ見ながらね、ヒスイピと一緒にね、え、めっちゃふわっちじゃねって言ってました。観覧車見かけたのでね、遊園地行きたいって言って行ったんですけど、結局何も乗らず、一周してお散歩して帰ってきました。最後屋台で買ったレモネードと、私はマグロ、ヒスイピは肉巻き食べてました。これはオイレモネードです。綺麗なんですよ、本当に。シュワシュワしてました。虫？そう、虫。いや、勝田駅のところに白ポスターっていうのがあったんですけど、私人生で初めて見ました、おそらく。ということで、いかがでしたでしょうか。5月30日までやってるみたいなので、よかったら皆さんも参考にしてみてください。よろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。ではでは、ウィーハート、またねー。